18日土曜日に開幕するロック、オペラ、ザ・パンデモニアムロックショー、ザ・パスカル・ンディモニアムロックショーの初日前会見&公開ゲネプロが17日に行われた。初日前会見には、キャストの中山優馬、桜井玲子、水田恒星、玉木成美、浜、中文一と、作品を手掛けた、森行之丞、亀田誠治、川原雅彦が登壇した。会見に出席した中山優馬、桜井玲子ら本作は、昭和の音楽界を舞台に、友情を分かち、恋に知るべ、彼、激動の時代を生き抜く若者たちを描き出す、パワフルで、ノスタルジックなミュージカル。作、作詞、楽曲プロデュースは作、司会のレジェンド、森行之丞。演出は、エッジの効いた作品から名作の妻で幅広く演出を手掛ける、川原雅彦。音楽は、日本音楽界屈指のヒットメーカーである、亀田誠治が昭和を彩る、様々な音楽をモチーフに、初めて公演音楽を全曲書き下ろした。革命的な音楽、ロックの魅力に取り憑かれ夢中になっていく。主人公、楠瀬涼役には、中山優馬、ヒロイン役には、元乃木坂46の桜井玲子、主人公、涼と同じバンドメンバー、山下克也役には、水田恒星、涼にロックを教える荒木美恵子役には、玉木常実、人気グループサウンズ、ザ・カニバルズのボーカル、野村正嗣役は、浜中文一が演じる。中山は、厚底の靴を履き、爽やかなハンサムスタイルに身を包み、僕と恒星くんを見ていただければわかると思うんですけど、この、昭和の音楽の世界を早くお披露目したか、たと初日を迎える感想を語ると、水田はロングヘアに、全身ブラックスタイルで、この格好が今日から世間に広まってしまうんだが、と、ドキドキしていると明かした。ヒロインを演じる桜井は、どこを見たら良いのかわからないくら、意味どころがたくさんあるので早く見てもらいたいとアピール。浜中が、おかっぱ姿のロックスターに扮し、昭和の古き良き八百屋で唯一売れ残ってしまった木の、子役を演じますと挨拶すると、中山は、いや、違うと突っ込み、会場の笑いを誘った。また、今回初めてミュージカルの音楽を書き下ろした亀田は、実際にキャストが自分の作った曲を歌っているところを見て何度も涙を流したことを明かし、演出をした川原は、コロナで一番大変な時期の稽古で、いつ延期中止になっても良いくらい、毎日の稽古を楽しくやろうとキャストスタッフ全員で心がけていたと語った。最後に中山が、昭和を知っている方には懐かしく、知らない方には、こんな魅力的な時代があったのか、と思ってもらえる作品。愛すべきキャラクターがいっぱい出てくるので、大いに笑いって楽しんでいただけたらと会見を締めくくった。ロック、オペラ、ザ・パンデモニアムロックショー、ザ・パンデモニウムロック、継承は、9月18日土曜日から10月3日日曜日まで東京日本青年館ホールで上演。大阪公演は10月8日金曜日から10月11日月まで森の宮ピロティホールで上演される。TB ライフウェブ